英作文添削してもらうっていう、はい、今年の東大の問題も英語どうだったのかっていう、はい、芸術は社会の役に立つべきだという主張についてあなたはどう考えるか。 Very interesting。 ここはとてもいいと思います。せっかくなんで厳しくやりますけど、はい、そうですね。で始まりました、もちゃちゃんね。さあ今回なんですけども2人が並んだっていう出会って、そうですね、はい、出会ってまだ5分も経ってない。そう、5分も経ってないです。なんなら多分30秒ぐらいですね急にカメラの前に。そうですね、30秒ぐらい同時に立つということで、はい、よくあるやつです。よろしくお願いします。はい、立ってはいないですけどね。はい、すいません。ここはですね、はい、ニックとね、はい、もう13年ぐらい前に来日して、はい、本来は歌手やらせていただいているんですけど、最近 YouTube でも、はい、あの文化比較だったりとか、ザ語学っていうのでやってきたわけじゃないんですけど、はい、少なからず英語と日本語は喋れるので、はい、アメリカ出身です。そう、アメリカ人だとみんなね、この喋ってるのって思わないですよね。思わない、僕より日本語上手いっすね。I speak English, I am from the west coast of America, and that's the only qualification that I have. わかりましたね、さすが東大目指してるから。今のは Only qualification? The only qualification I have is just being American. Oh, okay, okay. I got it. アメリカ人であること以外に何の資格もないですけど、アメリカ人であることが資格かなという。そうそうそう。そして、はい、東大5度目の挑戦。5度目、そうですね、はい、4度連続落ちてしまって、今森でチルドレンの一人森でチルドレン一人の受験生としてまだ勉強してる34歳の僕もただの東大受験生。 Just あ、はい、なんだ、 English learner。ずいぶん違う Tokyo University Applicant。 アプリカントっていう、あ、応募、まあ、で、毎回田橋さんですね、いろんなネイティブの方だったりに英作文添削してもらうっていう、はい、今年の東大の問題の英語どうだったのかっていうの、はい、芸術は社会の役に立つべきだという主張についてあなたはどう考えるか理由を添えて60から85の英語で答えよっていうので、まあ短いですからね。そう、東大って短いんで本当に母数が少ない。あ、確かに確かに、はい、相当短いですね、はい、それに関しては。なのにさっき書いてもらってる時に、はい、足りない足りないじゃあ、はい、やってみましょう。 I disagree with this statement. What is most important in art is the freedom of expression. If artists are obsessed with thinking they necessarily serve society through their works, they will not be able to express their thoughts and feelings freely. We have to think again about what art is all about before putting emphasis on how art helps society. Very interesting.まあ、内容はざっくりと、僕がこれを読んだ時にちょっとこう斜め上を行かれた内容で、なんかいい感じじゃない、面白い観点じゃないかなと。さすがに何回も書いてるから同じもの何回も書いてる。それ言わなくていいじゃないですか。直すんだったらどこでしょう。 I disagree with this statement。 問題ないかなと思います、はい、間違いはない文かなと思います、はい、What is most important in art is the freedom of expression。 これも問題ないかと思います、はい、ちょっとね、 What の W がちょっとちっちゃいなぐらいですもんね。ああ、そんなどう見られるんですか。ええー、でも確かにまあ僕だったらもうちょっと大きく書いてたかなという。文頭がの W ですね。そうそう、文頭が分かりました。はい、それ大事ですね、はい、If artists are obsessed with thinking they necessarily serve society through their worksThey will not be able to express their thoughts and feelings freely. ここは言葉の使い方が不明確というか、はい、If artists are obsessed with thinking they necessarily serve society. Necessarily っていう言葉が、アーティストの方があまりにその社会に貢献しなければいけないっていう期待をされていることに気が取られてたらっていうようなことだと思うんですけど、はい、この necessarily っていう言葉はポジティブなニュアンスを持ってる言葉なんですね。必要とされるっていうのはいいことなので、伝えたいことがどちらかというとマイナスなことじゃないですか、ね、obsessed だから、はい、そうですね、はい、この場合はもっと中立的なシンプルに must って言った方が、あ、なるほど、伝えたいことが伝わります。 If artists are obsessed with thinking they must serve society、はい、necessarily serve、 この文の意味にはちょっとそぐわないかなと思います、うん、なるほどです。If artists are obsessed with thinking they must serve society through their works. Works、はい、っていう言葉なんですけど、せっかくなんで厳しくやりますけど、はい、作品、そうですね、はい、あの作品っていう言葉になるんですけども、
これが芸術全般の振りだったと思うの で、 そうです、ね、必ずし芸術をやられてる方が作品っていう形で残しているというわけじゃないので、その活動を通じてっていう方が適切かなと思うので、はい、その場合は works じゃなくて work through their work、ああ、やってる彼らがの活動を通じてですね、うん、They will not be able to express their thoughts and feelings freely。 ここはとてもいいと思います、うん、We have to think again about what art is all about before putting emphasis on how art helps society。 So here we have to think about what art is all about。 アメリカ人としてはまずこの about が繰り返されるとちょっと何を言っているのかが、なので We have to think again。 We have to、まあ、僕だったら Think again を reconsider。 We have to reconsider what art is all about。 この表現も砕けた表現になるので作文にはちょっとふさわしくないかなと思います。シンプルに We have to reconsider what art is about、 または結構完全に練り直すこともできるかなと思います。 WeHave to reconsider the intention of art だったりとか、そもそも芸術っていうのはどのような目標、そもそもどういうものなのかっていう表現に変えられるかと思うんですけど、シンプルにオールを抜くことも大丈夫です、はい、We have to reconsider what art is about。 ここはとてもいいと思います。これがいいですね。 We have to reconsider the purpose. The purpose of art。 そうすると、はい、We have to reconsider the purpose of art。 簡潔に伝わります。芸術のそもそもの、まあ、意味、うん、芸術がそもそも何なのかを考え直して、まずそこを考えて、その先に Art helps society、 どういうふうに貢献できるのかっていうことを考えてしまうとっていう意味だったと思うので、 We have to reconsider the purpose of art before putting emphasis on how art helps society。 ここの後半は問題ないかなと思います、はい、putting emphasis on how art helps society、まあ、この文ね、芸術がどう役立つかを先に考えてしまうと、芸術がそもそもどういう目的で作られていたのかが失われてしまうようなことを書こうと思ってたように解釈してますけど、トピックとずれてないですか？まあちょっとそこですね。最後の文、まあその文はこれで綺麗に直ったは直ったんですけど、はい、ただここからはそのそもそも言おうとしてたことが、うん、We have to reconsider the purpose of art。 ここがちょっと抽象的すぎるかなっていう、うん、そう、アートは一体なんだ、アートの目的はなんだを考えろ、そこが何なのかがわからないのにその貢献よりもそっちを重視すべきでしょうという訴えがちょっと弱いかなっていう。それであれば、はい、Before putting emphasis on how art helps society, we must place importance on the intention of art, the purpose of art. If artists are obsessed with thinking they must serve society through their work, they will not be able to express their thoughts and feelings freely. Before putting emphasis on how art helps society, we have to consider the true purpose of art.これであれば、はい、自由に思ったことを出すのが、はい、表現するっていうのがアートの目的だって言いたいってことですね。そうです。なるほどね、はい、いや、いろいろなかなか勉強になりましたね、はい、自分じゃ気づかないところ、まあ、じゃあこれ60、80しかなかったから、じゃあ次はじゃあ2人を戦わせてみます何で戦うんですか、はい、もう勝てる気がしないんですけど、何では楽しみに、はい、クシャ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は戦ってもらって、ありがとうございます。